おはようちゃん、おはようちゃん。おはようございます。おはようございます。あしゃ。おはようございます。おはようございます。ざます。ちょっとさ、この前買ったコーヒー飲んでみいひん。ああ、作ったってや。あ、ええの？お願いしていい？作ろっか。あ、ええの？じゃあ。ありがとう。作りまーす。これやな。3種類やねんな。プレミアムマカデミアナッツシナモンスノーフレーク3セットブレンド。まあ、せっかくやから1種類ずつやる。どうしようか。1個ずつ作って、そうそう、で3人でシェアして。そうしよう。めっちゃいい匂いする。何スクープ？いい匂い。めちゃめちゃいい匂いする。もううまそうやな。もううまそう。ギュッとお前はなんかこうやってこうやるやつあんねんけど、これはついてきたやつみたいでね。はい、いきました。はい、ちゃんと圧迫されてますね。しんどそうやな。しんどそう。この前買ってきました、うん、グリーンワールドコーヒーファームで買ってきたこの3つの豆をちょっと飲んでいきましょう。飲み比べというかね、3種類、まあ、あれやな、初飲みせやな。じゃあもう飲んじゃうで。飲もう。もういい、もう飲んでいこう。飲んでいこう。うん、どうや。すごい鼻から抜けるシナモンの香りがするな。あ、するんや。じゃあ僕のポットで。サンセットブレンドってまた普通のブレンドとは違うんかな。違うでしょ。わざわざサンセット用にブレンドしてるかな。飲みやすいですね。なんかフレーバーないけど、飲みやすい。飲みやすい。普通にコーヒーとして飲みやすい。あんまり苦味ないです。あ、苦味ないんや。あ、ないです。美味しい、美味しい。うん、ちょっと、ちょっと、トライしよう。ちょっと、トライ、トライしよう。うん、飲みやすい。じゃあ、いただきます。はい、マカデミアナッツ。これはでも、マスイはずがないな。王道でいいのや。どない、マカデミアナッツやな。後からこう、マカデミアナッツの香りがこう、くる。いや、うまいわ、この、普段スーパーとかで買うマカデミアナッツはもっと、これはフルーティー、すごい。I wanna try。 おー、なるほどね。わかる。うん、そのスーパーで買うよりはもっと新鮮さがある、マカデミアナッツ。確かに質がいい感じはすごいする。このシナモンめっちゃうまい。おめちゃめちゃシナモン。 I wanna try。 シナモン、シナモン、
うん、すごいな。まずもう美味しい、これな。ほんまシナモン入ってるみたい。俺結構それ好きかもしれない。美味しい。これホットでも美味しいかも。うん、ホットで上にもうシナモンエクストラでポンポンポンってやっちゃったりとかしたね。それもうシナモンやな、うん、シナモンシナモン。うん、美味しい。飲みやすいな。飲みやすい。うん、美味しい。ホットコーヒーで飽きひん感じやな、うん、苦味も全然ないし。こいつはあんまり癖はないな。うん、こいつは。で、うん、こいつはもうマカデミアが新鮮。すごい鼻通ってくるわ。で、こいつはシナモン言うてるだけにええ香りするな、うん、シナモンの。シナモン好きおすすめやな。シナモンは中毒性あるらしいから。そうなんや、うん、やっぱシナモン好きは結構シナモン好きみたい。いや、シナモン好きはシナモン好きやろ、うん、なんか新しい味じゃん。うん、あんまこう、こびこぼしたすぐこぼす。すぐこぼすな、白 T に。ちなみになんか背中もなんかコーヒーみたいな汚れついてたよね。嘘、うん、まあ、じゃあこれ洗濯したら汚れんの。背中コーヒーじゃない多分。で、そんなこんなしてたら外に虹が出てくるんですよね。これ今回用意しました。今回用意してくれたんだ。どこどこどこ、うまい。ドヒャー言うてますわ。虹がブラザーズを迎えてくれます。迎えてくれています。何言ってんのね。ちなみに何かおすすめあります？大気丼この3つ飲んで、これ僕のおすすめはこのシナモン、これがシナモンスノーフレーク、結構気に入りました。ゆうちゃんは？僕は、はい、みんなねこのフレーバーが行きがちなんですけど、はい、僕こっち結構いいかなと思いました。これがサンセットブレンド、ね、サンセットブレンド、あのこれ美味しかったです、うん、でこれも美味しかったです、はい、でも僕はこれ美味しかったです。美味しいです。いえ、良かったです。ちなみに、はい、愛ちゃんは、愛ちゃんはちょっとあの被っちゃうんですけど、はい、僕あの生粋なシナモン好きだった。ああ、愛ちゃん、そうですね、はい、愛ちゃんシナモン好きやったっけ。はい、シナモン好きも大好きなんで、もうこれでもう間違いないということで、これは間違いないですね。何でもシナモン入れちゃうんですよ。ああ、なるほど。完食ですね。完飲。完飲。完飲でした。シナモン情報をちょっと一つ出すと、うん、あのパンケーキとかにパンケーキミックスとか食べることあると思うんですけど、はいはい、まあ、そこにシナモンをバーって入れてミックスして食べるのも美味しいです。はいはい、なるほど。シナモンパンケーキ。パンケンキン、パンケンキン、シナモンパンケンキン、シナモンパンケンキン、うん、パンケンキン。ちなみに、はい、あの僕のコーヒーのおすすめなんですけど、はい、シナモン好きな人、はい、とジンジャー好きな人、はい、は、はい、コーヒーにジンジャー入れます、でシナモン入れます。ジンジャーをどうやって入れるんですか？ジンジャーはね、ちょっとパパってきてね、はい、リッにやってね、はい、でやってね。はいで、コーヒー入れてね、はい、で、あとからシナモンささってやってね、で、ちょっと牛乳入れるんですよ、はい、で、パッて飲んだらね、はい、もういいですよ。ちなみに、はい、僕の趣味は、はい、こう、今日本ってあの季節の変わり目とかあるじゃないですか、はい、そういう時って結構咳とか出ちゃったりするんですよね、はい、コーヒーと蜂蜜には抗炎症作用があるんですよね、はい、なんで、コーヒーに蜂蜜入れて飲んだら咳止まるということで、はい、はい、この前の動画でもご紹介したこちらのグリーンワールドコーヒーファームで買ってきた豆を新させていただきましたと。皆さんもハワイ来たら、うん、ぜひ、ちょっと遠いですけど、うん、一応ね、その買いに行く動画前に載っけてあるんで、もしよかったらそっちもね、はい、チェックしてこっちとちょっと繋げてほしいですね、うん、リンクしてください。リンクしましょう。はい、はい、じゃあ皆さんおはようございました。おはようございました。